こんにちは、アオライトです。クロスサマナー実況続きやっていきたいと思います。前回はあれですね、世界樹に行って世界樹に入るための解放みたいなことをやってたんですよね。で、今回も解放させたいということで古代エルフの秘境に行けと言われて、今こんな感じでいろいろボンボン開けてきました。で、まあエルフの秘境行けるので行きたいと思います。それではスタート。はい、ということで風星の祠かな、風星の祠に行きたいと思います。さあ、どんな冒険が、ていうか今回はどんな感じなんでしょうね。前回水でしたけど、スタート。はい、ということでパーティーを選びました。まあ風星の祠っていうことで、今回は火で行きたいと思います。フレンドにはトニトルスを連れて行きます。それではスタート。第2章第8話、風星の祠。ここが風星の祠のあるエンシェントエルフの秘境です。エンシェントエルフ、我々エルフはもともと天上界の住人だったと言われています。そのため神秘的な力を持つ者が多いと言われているのですが、その中でも最も強い力を持ち天上人に近いと言われているエルフ族、それがエンシェントエルフ族です。出てきたよ、キシン。ここも待ち伏せだな。話は後だ、行くぞ。エンシェントエルフ族って誰ですかね。トニトルスもその一人なのかな。なんか得ないですか。エンシェントエル…え、水じゃん。トニトルスってよかった。よし、今回はサクサクじゃないか。ちなみにあれですね、エンシェントエルフ族はトニトルスも入ってればいいんですけど、違かったらなんかすごいエルフなんだ。やばい、落とします。ちょっと待って、なんか強くない、やっぱりレベル30で持っていきます。そして弱点ドッキリ、そして回復薬が1貫目いないけど、あれ回復薬入れるよりどっちかっていうと俺的にはあれなんですよ、ガンガン攻めていきたいタイプなんで、あんま回復いなくてもいいのかなって思いながらやってます。さあ、ここはオギラシュラ。全然食らわない、さすがだ。オギラシュ、オギラシュ、さあ、いくよいくよいくよ、どんどんいくよ。この妖精さん、あれなんですね、意外と攻撃の発動タイミングをゆっくりなんで当たりにくいっていうか、最近気づいたんですけど、あんまり使わないキャラだって最近気づいたんですけど、このキャラ当たるとこう爆発的な威力を放つんですけど、当
たんないと爆発的な威力を発さないっていうちょっと弱点があって、しかも攻撃をね食らうとどうも攻撃アップされたのでちょっと大変だなっていうのがあります。これが勝ったかな。はい、ということで勝ちましたね。115切りがいいね。けど HP 結構削られたね。はい、ということでクリアしました。さあ今回ランクは S いただきました。ありがとうございます。はい、ってことでね、レベルまだまだ上げ放題、マックスまでいけそうだ。俺たちの勝利だ。お、久しぶり。俺は信じる。あ、ごめんね。はい、ということで次風星の祠に行きたいと思います。どうしようかな、さっき水だったからな。ということでパーティーを選びました。まあさっき水だったからね、木で行きたいと思います。まあ風星の野郎が やつが来てもね勝てそうじゃない、このパーティーなら。アキベさん好きですね。行きましょう。何の情報だってね。なあトニトルス、ここがエンシェントエルフの住処みたいだけど、どこにいるんだ？わかりません。彼らはもともと少数しかおらず、他のエルフにもめったに姿を見せることはありません。あ、じゃあトニトルスは違うんだね。来たぞ、トニトルスたちだ。この騒がしさでは姿を見せるはずもありませんね。行きましょう。ああ。はい、ってことで行きたいと思います。エンシェントエルフ族、どんな姿なんだろう、気になるな。やべえ、闇だった。また当てが外れたぞ。今回は外れまくりですね。予想いつも2本見ないでやるので、まあ初見でね、どんな感じなんだろうっていうのを楽しみにしてますんでね。まず倒しましょう、とりあえず倒しましょう。ってことはダークエルフの、おーっと危ない危ない、おそらく来るわけだ。ダークエルフのオカって誰だ、あれか、あの女の人か。いいけど、あの人も絶対来ないよな。さあ、ということでボスバトル行きたいと思います。さあ、誰よい、緑かい。ここはオギラッシュでちょっとサメズースの、こっからねちょっとずつガッツリブラッシュの戦おう。さあ今回は300コンボですね。いきますよ。あっと待って、危ない。ねえ、オッケー。おっと危ない。よし、ギリギリセーフ。このアキベさんのね、この日よぎが、あ、終わってた。このアキベさんの瞬間襲撃がかっこよくてね、なんか好きなんですよね。ってことでクリアしました。いやー、今回の敵はサクサクでいいですね。ランクは S いただきました。経験値もまあそこそこですね。まあこんな感じでまだまだレベル8点登場ですが、頑張っていきたいと思います。お、あれじゃん、弓矢のやつあと少しでレベル上がる。目に見えなくて、ちなみにあのサイクロンの男の子、上出来だな。限界突破しました。僕も希望をつかみたいです。はい、ということで次風星の祠さん行きたいと思います。さあ今度こそ行くよ、風星だからね。はい、ということでパーティーを選びました。ダブル主人公で行きたいと思います。どういうことやねんってね。けどパートナースキルじゃねえや、リーダースキルがね、非属性攻撃 50% アップなので結構強いんじゃないかな。それではスタート。さあ、ここが風星の祠です。
ということはまたみたいだな。来ます、行きますよってことでね、来ましたよ。あのでっかいやつ、多分でっかいやつ、あーそうそう、こいつら名前覚えてない。エアロウィップス強いかな。よし、今回は弱点をついた。そうって奇遇ですね。あれ後ろの主人公さあ行きましょう。サク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 動画だ今回は。待っていたいけどやっぱり、よし、いけるいける、いいぞいいぞ。ということでボスバトル行きたいと思います。待って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 、絶対勝てるよこいつら。俺の俺の俺の、ちょっと待った、痛い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 、はい、行くよ。よっしゃー、あ、待って、こっちより先に雑魚殲滅の方がいいんじゃないか、いいんじゃないか、まあ、知らん。さあからのからの、溜まってなかった。ダブル主人公で倒そうと思ったのに溜まってなかった、ショックショックだ。決めようと思った。よし、クリアしましたね。いや今回は速速ですね、いいよ。はい、ということでクエストクリア。さあ今回のランクは、ランクはいくつなんだ。130には怪しいんじゃないか、やっぱりね。 A でした。あれなんですよね、クロスサマナーのなんか難しいとこって、ランク S をどれだけ低レベルのキャラクターで出していくかっていうのが多分醍醐味じゃない、やっぱそう思うよ俺は。よし、これで風星の力は借りられました。次は遠征の祠に行きましょう。遠征の洞窟にあるはずです。レッツゴーミャ。いやールーは可愛い、相変わらず可愛い。はい、ということでアイテムゲット。はい、ということで次回は風船の遠征の洞窟にすぐ行くわけじゃないみたいですね。不浄なる森、なんかまがまがしいですけども、ここに向かってから風船じゃない、遠征の祠に行くみたいですね。洞窟だ、洞窟だった。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。青ライトでした。まったねー、バイバイ。